こんにちは。アメリカ在住翻訳者、通訳者、ランサム花です。今回はですね、通訳歴4年目の私が水原一平元通訳事件から学んだことについてお話ししたいと思います。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。今回はですね、今話題になってる水原一平元通訳の事件についてですね、一通訳者として感じたことなどをお話ししてみたいと思います。そもそものきっかけはですね、私実はゴーウーマンゴーというアラフィフ向けのメディア、そこでこう3年ぐらいコラムを書かせていただいてまして、水原一平元通訳の事件についてちょっと見解を書いてくれないかっていう風に依頼を受けたんですね。で、実はこの、ゴーマンゴーを運営していらっしゃる方というのも大谷翔平選手と、ちょっと結びつきがあって、翔平選手の、番記者みたいなのも、やってらして、水原一平さんともお会いしたことがある方みたいなんですけれども、私のこう一通訳者としてどういうことを感じたかっていうのを書いてほしいって言われたので、ちょっと書いてみたんですね。で、その、記事については後でリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでいただけたらなと思うんですけれども、その時にいろいろ考えたことがあったので、今回この動画でも皆さんと、その考えをシェアしてみたいなと思って、こういう動画を作ってみました。私はですね、もう通訳始めて今ちょうど3年終わって4年目に入るところなんですけれども、本当に水原一平元通訳さんをすごい尊敬してました。すごい憧れの存在ということで、一平さんの通訳もよくこう動画とかで拝見したりとかして、いや、すごいなって思ってたんですよね。将来はこういう一平さんみたいなこうすごい通訳になろうと思って勉強してきていたので、違法賭博、そして銀行詐欺による訴追というちょっと事件を聞いてすごいショックを受けました。私も一通訳の立場としてなんか人事とは思えなかったし、憧れていた通訳者さんがこういうことを起こしたっていうことなので、すごいショックを受けて、いろいろと関連記事とかを読んだりとかいろいろと考えました。通訳の立場から見て、水原一平さんは通訳の技量はすごく優れた人だというふうに思います。一例を挙げるとですね、インタビューを見てた時にナスティっていう言葉を、えぐい球を投げたっていうふうに通訳されているシーンを見たことがあります。で、確かね、司会者の人が Why you gotta get so nasty on him? っていう質問をしたんですよね。で、 nasty っていうと意地悪っていう意味の形容詞なんですけれども、で、そういった形容詞をなんで意地悪したのっていうふうに普通の通訳者さんだったら訳していたんじゃないかと思うんですけれども、こう一平さんはそこをちょっとひねりを聞かせた、なんであんなえぐい球を投げたんですかっていうふうな聞き方、非常にこう日本語としても自然だし、もし翔平さんが英語を喋る人だったらこういう言葉を選んだんじゃないかなって思わせられるような違和感のない役で、自然な感じなのがすごく上手だなって思って、しかも通訳なのでこうその場でパッと思いつかなきゃいけないじゃないですか。だからそういうところがすごくこう才能を感じたというかね、普通の通訳にはできないひねりの効いたこう工夫を凝らした通訳をする人だなと思って、で、それがねすごく印象に残っていました。もちろんね、一平さんは翔平さんと一緒に過ごした時間も長かったと思うし、翔平さんのことをよく分かっているからこそそういった自然な言葉遣いが出てきたのではないかなとは思うんですけれども、それをこう差し置いても、こう才能っていうかね、こう通訳者としての才能はやはり素晴らしいものがあったんじゃないかなと思います。ですので、こういった事件を起こしてしまったっていうことは非常に残念なことではあるんですけれども、通訳者としての力量という点を見る限りではこうすごく素晴らしい通訳者だったと思うし、そのことについては疑いの余地もないんじゃないかなと思うので、いろいろとこう事件で騒がれてはいますけれども、こう通訳の力量とか技量とかスキルっていった点においては、それはこう切り離して考えて評価してもいいんじゃないかなと私は思っています。
一方で今新しく翔平さんの通訳をしていらっしゃるあのウィル・アイアトンさんっていう方、彼もあの通訳は上手だなとは思うんですけれども、全然こうタイプが違うなと思います。私がアイアトンさんの通訳聞いたのは、まず最初に一平さんがいなくなってすぐに仮に入った時の逐次通訳と、それから同時通訳と両方聞いたんですけれども、ウィルさんも上手だなって思います。逐次は割とこう手短にまとめてこうメモを取りながらね、翔平さんがこうある程度固まった文を言ったら、その後でこうメモを見ながらこう追っていくっていう、それが逐次通訳のパターンなんですけれども、メモを取ってる割には割とこう手短にまとめているっていうのが、まあ、あのやっぱり慣れてるっていうかね、あの通訳者さんとして長年やってこられているだけのことがあって、ちゃんとこう手短に簡潔にまとめて通訳をされていて、まあ、それはそれであの素晴らしいなと思ったし、それにまあ同時通訳もあのお上手だなと思いました。まあ、強いて言うなら水原一平さんとアヤトンさんの通訳の、大きな違いっていうのは、アヤトンさんは割と健全な距離を置いているというか、プロの通訳者が普通やるような通訳、要するに通訳者としてこう訓練を受けてる人がやるような通訳、話し手が言ったことをちゃんと正確に再現するっていうことにフォーカスをしている通訳ですね。で、なのであまり意訳とかっていうよりも、その言葉を一字一句再現しようっていうか、そういうようなところが見られるなと思うし、翔平さんとアヤトンさんのこう距離感っていうのが割とプロの通訳者と選手の間の、まあ、ある意味健全な距離感っていうかね、適度な距離感が感じられる通訳だったなと思います。まあ、それと比べると、水原一平さんの通訳は、まあ、私は、まあ、勝手にこう憑依型って呼んでます。で、どうして憑依型かっていうと、その人になりきるみたいなところがあるなと思って、まあ、ある意味ちょっと役者さんみたいな、話し手の魂が乗り移ったかのような話し方、まあ、そういう意味ではあの話し手が何を言うかっていうのも最初からなんとなく分かってるし、ある程度先読みもできるので、こう自然に言葉が紡ぐようにして出てくるっていうのは、相手の人柄であったりとか思考パターンであったりとか、そういうことをよく知ってるから、全部聞き取れていないことが あるかもしれないんですけれども、まあ、ある程度予測してその予測が合ってるみたいな、ある意味その話し手との距離がかなり近くないとできないことではあるんですね。その表意型っていうのは、それだけこう話し手と距離が近くて、まあ、ある意味、まあ、その人になりきってこう話すっていうようなところがあるので、例えばですけれども、その話し手の人が言葉が足りないところがあったら、それをこう自然な形で補ってあげたりとか、そういうことも非常に上手だと思います。で、これは本当に距離が近くないとできないことだと思います。実際私あのアメリカに住んでるん で時々あの通訳案件とかを受けた時にですね、日本人のお母さんに対して、こちらで生まれ育ったお子さんが通訳みたいな感じでこう入られてることとかもあるんですよ。そういうような場合、お子さんは日本語は喋れないんだけれども、お母さんが言っているこう半分日本語半分英語みたいなちゃんぽんの表現とかっていうのを、まあ、下手な通訳がプロの通訳が入るよりもよっぽどよく理解してて、非常にこう自然な形で英語にすることができるので、お母さんも娘に頼りっきりだし、娘もこうお母さんの言うことすごくよく分かって、まあ、1回の通訳よりも上手な通訳をする。だけど他の人の通訳はできないみたいなね。で、そういうケースを見てきているので、やはりこう距離が近いっていうことでこういい通訳ができるっていうのはね、プロじゃない人でもできるぐらいになるっていうのを私見てきてるので、やはりこう距離の近さっていうのは大切だし、信頼関係のもとに成り立ってる仕事だなっていうふうに思ったんですね。なので水原一平さんの通訳っていうのはこう憑依型で、長年こう翔平さんと一緒にこう時を過ごして、いろいろプライベートな面でもお手伝いとかしてきたと思うし、いろんな面見てきてるからこそ、あのだからこそできるっていう部分もあると思うし、まあその点、まあ、ちょっと対照的なんですけれども、こうアヤトンさんはやはりまだ関係が始まったばっかりだから距離もあるし、でもまあプロの通訳者としてはそれぐらいの距離がある方がある意味健全というか、あの道徳的というか倫理的なので、まあそれはそれで素晴らしいんじゃないかなと私は思います。どちらかというと、だからあのアヤトンさんの通訳は水原さんのが憑依型なのに対して、どっちかというと伴走というか一緒に走るみたいな、そういうような感じの距離を感じました。
もう一つ思ったことなんですけれども、まあ、私自身、通訳を始めて今年で4年目に入ったところなんですね。それまでは翻訳ばっかりやってきたので、人と接することがないので全然わからないというか感じることがなかったんですけれども、実際に通訳の仕事をやるようになって感じたのは、通訳ってこうそれなりにこうお金のかかる仕事なんですよね。料金も高いし、だからこう通訳を雇える人っていうのはある程度こうお金とかこう社会的地位のある人たちで、例えばスポーツ選手であったりセレブであったり、まあ有名なこう会社の社長さんであったり国の首相とかね、そういう非常に重要な人たちであったりとか、まあある意味特別な人たちと一緒に仕事をすることがすごく増えるわけなんですよね。でそうじゃないとやはり、まあ、一般の人がこう気楽に雇えるような仕事ではないというかね、そういう方たちのお手伝いとしてこう通訳が入るっていうことももちろんあるわけなんですよ。だから普通の人がこう想像するようなね、こう会議に入ってこうブースに入ってこうヘッドセットつけてその会議のやり取りを通訳するとか、そういうことももちろんあるんですけれども、それ以外に例えばその、VIP の人たちが海外に行った時に言葉が不自由だから、例えば銀行の口座を開設できないとか、保険を購入できないとか、こう病院の付き添いが必要だとか、まあいろいろこう暮らしていく上でこう危機に陥ることもあるし、大変な思いをすることもあるし、でそういったところにこう通訳は非常に個人的なレベルで立ち会っていくわけなんですよね。でそういう時に例えば、まあ、大谷さんのケースもそうだったように、銀行口座開設するからこう個人情報をこう銀行さんに伝えてみたいな感じで、そういうのを目にするっていうことももちろんある。パスポートとか見てね、そのパスポートの番号とかを読み上げてあげたりとか、そういうことはどうしてもあるんですよ。でそういう時になんかどこかの報道かな、1階の通訳者がそういうものを目にすることはないとかって言ってる記事も、そういう記事があったような記憶もあるんですけれども、実際に通訳やってると、まあ、私だけじゃなくて他の通訳者さんにも聞いたんですけど、やっぱり偉い人とかすごい人とかと一緒に行動していくと、いろいろ信頼関係のもとに成り立っている仕事なので、こう信頼されるといろいろと普通の人が見ない個人情報とかそういうのを見るっていうことは絶対あるし、でそれをこう見ないでこうやり過ごすっていうことはほぼ無理なんじゃないかなと。私の非常に限られた通訳のキャリアの中でもそういうことがあるぐらいなので、長年やってる人たちはですね、やはり多かれ少なかれそういう経験はしてると思うんですよね。でそこで私が思ったのは、まあそういうねすごい人たちと常にこう囲まれて、でしかもその人になりきるみたいな仕事の仕方をずっとねやってたら、なんかだんだんこう自分の中でもこう感覚がずれてくるというか、こう通訳者としての立場をわきまえるっていうことが難しくなってくるんじゃないかなって思ったんですよ。だんだんこう相手と自分とのこう憑依型としてね、その人になりきって話したりとか考えたりとかしていくうちに、そういう境界線も曖昧になってくると思うし、でそうすると一平さんも言ってましたよね、翔平さんとのライフスタイルに合わせるのが大変だったみたいなこと言ってたと思うんですけれども、そこまで全部合わせる必要があったのかどうかっていうのはまあ別として、まあそういう意味でこう境界線が曖昧になってきて、自分のあるべき姿とかこう通訳者としてのこうあるべき姿とか、あとお客さんとの距離を健全に保つべきだとか、そういうことをこう考えるっていうのがなんか途中で分からなくなってくるっていうかね、そういう可能性もすごくあるんじゃないかなと思いました。まあ、通訳者さんっていうのはもともと黒子なわけで、話して A さん話して B さんの間を取り持って、その橋渡しをするのが仕事であって、立場としてはあまりこう目立ってはいけないというかね、こう理想の通訳の姿っていうのは、こう2人があたかも通訳がいないかのように、通訳がいるのを忘れたかのように、通訳を見ずにお互いの顔を見ながらこう会話ができて、こう自然なやり取りができるっていう風な、そういった話し合いの場を作ることができたら、こう通訳者としては素晴らしい仕事をしたと思っていいっていう風に聞いたことがあって、なので通訳者は目立ってはいけないし、
し、通訳者は通訳者で自分の身の振り方というか立場をわきまえなきゃいけないんですけれども、なんか憑依型の仕事とかをしてるとだんだんそういうのが分からなくなってくるとかっていうような危険もあるんだなって、あるのかなって今回の事件を聞いて思いました。まあ通訳者さんっていうのはやはりこう人と接する以上で、しかもすごい人と接することがすごく多いので、いろんな意味で刺激を受けてる。普通の人がこうお目にかからないような人に会ったりとか、普通の人が目にしないような状況を目撃したりとか、そういったことをこう繰り返し繰り返しやっていくわけ で、そういうことを繰り返しながら、でも自分の立場をわきまえて、自分はこう通訳者だからこう健全な距離を置かなきゃいけないとか、お客さんに対してこういうふうな接し方をしなきゃいけないとか、そういうこともきちんと冷静に考える習慣をつけないと、そういったこう危険が潜んでいるのかもしれないなというふうに思いました。まあ、もちろん今回の事件はかなり普通とは違うというか、こう通訳であれば誰でも遭遇するっていうことでは全然ないとは思うんですけれども、まあ、私はそんなに通訳者としてデビューしてそんなに経ってないですし、今まで憧れてた人が起こした事件っていうことで、やはりですね、通訳者としてこう成長していく中で、こうただこう通訳のスキルを磨くだけではなくてですね、そういったことも考えながら歩んでいかないといけないんだなっていうことを、今回の事件を通じて、思いました。なのでこれからね、ますます、まあ、どういった展開になっていくかっていうのは本当にわからないので、まあ、私もこう固唾を飲んで状況を見守っている感じではあるんですけれども、こういったこともあるんだなっていうことをこう心の片隅に置きながら、自分もさらに精進して通訳者としてのあり方は何かなっていうことを常に問いかけながら歩んでいきたいなと思いました。今日話したことは、さっきも言った通り、ゴーグマンゴーの、コラムで詳しく書いてあるので、ご興味のある方は読んでいただけたらと思います。本当にこういろんなことがある、世の中だなって思いますけれども、どんなことがあってもそこから学ぶっていうこともいろいろとあるのでですね、いろいろと、学びの時として、さらに成長につなげていけたらなと思います。いろいろと話聞いてくださってありがとうございました。この話がですね、翻訳者、通訳者、通訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、ガルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.